きた。結構無理やり這い出てきたね。あぶね。え、なになに、変速してきた。触手使って。あん時はね、あるんだったらもう出してほしかったよね。まあ今回は別いいかな。はい、とりあえず逃げ切れましたね。逃げ切ったわけではないけど、あ、落とせば入っちゃった。そう、早くワクチン持って逃げないと。でカルロスが全然いないね。カルロスと会えんのかな。うわー、また首根っこ持っていかれた。ナイス。ネメシスさんもう何回爆撃受けてるかね。爆撃っていうか爆破。お、待て待て、え、これ、ああなるほどなるほど、耐えろ耐えろ、弱まってる弱まってる、引く力が弱まってるよ。ジルが抗えるから、お願い、もう返して。あのね、もう OK、 2時間以上プレイしてるから肩が痛くなってきてる。年寄りだからね、長時間のゲーム応えるんですよ。あ、焼夷弾あった。最後の最後で、たくさんの物資が、ありがてえ。じゃあ先に、お、なんだこれ。処理施設について、強力な溶解液を注入することで、処理槽内の全ての生物をその性質にかかわらず確実に分解処理します。はい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 、なるほど、これをネメシスにぶっかけてやればいいわけですね。いいでしょう、行きましょう。この施設は一体何なの。溶かしてやるわ、ネメシス。焼夷弾がめっちゃ多いな。焼夷弾使うってことだよね。ネメシスに焼夷弾効くのかな。来た。結構無理やり這い出てきたね。やばい、ワクチンが。ニコラやめて、町にはそのワクチンが必要なの。俺よりもか。この俺がせっかく知恵を授けてやったというのにまるで生かしてないと。お前にとって命とは値段がないものだ。だが俺はその命で金を稼いだ。そこで取引だ。お前は下でネメシスと戦い、俺はそれを記録し戦闘データとして売る。お前がいい賞を見せてくれたらワクチンで稼ぐ必要はなくなる。いいな、決まりだ。まためんどくさいことに。うわー、溶解液どうやって当てるんだろう。待て、吠えてる吠えてる。撃つ？あ、撃つとなるみたいだね。了解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 。危ない。あ、そういう感じ。どど、駅出てくる？駅出てこない？駅出てこないよ。え、駅出てこないんだけど。やばい、あ、もう邪魔しないで、もうネメちゃん忙しいの忙しいの。またまた噛んできた、また噛んできた。うわー、これ待って、ルールが分かんない。ダメージ与えていくしかないわ。ちょっと待って、はいはい、これ、はい、投げる。ど、聞いた、聞いてない聞いてない。
れないっぽい。どうやった？マジでルールが分かんないから何もできない。あ、来た。サポートする。お願い、サポートして。ルールが分かってないの、サポートして。うん、ほら、ハンドガンの弾ゼロなのよ。あと9発あるか。おーし、来た。なんこれ、なんこれ、何が起きた、何が起きたか。あー、やばい、かわされた。あ、おっと、また走り回ってるよ。ちゃって。あ、来た来た来た。え、ゾンビ生きてんのこれ。生きてんのかい。ちょっと、アイテム回収して。隠れてないで、出てきなさい。ちょっと待って、あー、もう、どこ行ったね、どこ行ったね。第一タンクの後ろにいる。第一タンク、あ、いたいたいた。やれた、アップで。これもね、3。3人いた。あった、ハンドガン弾。あぶね、え、なになに、変速してきた、触手使って。来るよ。おい、あぶね、ナイス回避。OK。 あ、そういうことか、ルール分かった、ルール分かった。はいはいはい、タンクのね、上に乗った時放電だ。どこ、どこ行く。うん、それで効率よくダメージ与えられそうだね。ビンゴ、しょ、回復薬欲しいな。どこ？7。はいはいはい、オッケー、来た。あれは効くやろ。あ、やばいやばいやばい、嘘嘘嘘嘘嘘嘘。あ、ゾンビで死んだっていう。ゾンビで死んだっていう。頑張ったのに。まさかの、まさかのザコシです。まさかのザコシ。ルールは分かりました。うん、ルールは分かった。うん、さっきザコシしたから注意しないといけないけどね。はい。はい。聞いた？聞いたね。畳みかけろ。燃えろ。え、燃えてる燃えてる。おい。燃えるの好きやろ？ねねちゃん。危ない。危ねえ。ふぅ。ナイス回避。マグナムテイク。時短だ、踏んでる時短だ、踏んでる。また走る、また走る。また出てきた。次どこ、あ、どこ。8。はい、いいね。お、何してくれんの。おお、やった、工具バッグ。ナイスナイスナイス。で、今妖怪駅出てきたね。うん、カルロスがこうね、上の重機使ってつつくことによって妖怪駅垂らしてくれるみたい。左だ。左？あ、やばい。ほい。ほい。いいよ。走り回れ。あぶね。ほい。さっきの妖怪駅のおかげでちょっとね、肉がただれてきてるよね。うん、あ、これ射程距離があった。うん、ほら、近づかなければどうってことないね。うん、距離さえ取ってれば。あ、やばい、外した、走った走った。まだ雑魚。どこどこ、次どこ、次どこ。あ、嘘。お、うそ、なんだ、はい、はい、つけ、つけ、つけ、やれ、やれ、オッケー。あ、妖怪駅、直に浴びたね。でかい、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 これはでかい。妖怪駅、直に、あ、イベント発生した。クレーンを下ろすから、それで上がってこい。嘘でしょ。早く、急いで。ナイス。ナイスアタック。まだ息浴びせないと、うん、まだ息浴びせないとダメだね。早く急げ急げ、まだあいつ生きてるぞ。今からこれで奴を溶かすぞ。あ、溶かして溶かして、もう
あ、ありがとう、ありがとう、ありがとう、カルロス。よしよしよし、やれやれ、やれやれ、もうやれやれ、やっちまえ、やっちまえ。オッケーオッケーオッケー。いよいよいよ、もう溶けろ溶けろ。トロットロに溶けろ、トロットロに。ドロットロに溶けろ。よーし。やったー。よし、その先で落ち合おう。はあ、よかった。ニコラ、どこに行ったの？ね、トロットロのスープのごとく溶けていきましたね。うん。けど結構しんどかったな。早くマッチを取り返さないと。結構しんどかったです。うん。セーブポイント来た。うん、これ何？ある兵器の設計使用書。あ、レールガンだ。うん。ということは、なるほどね。まだ、ね、スープとして溶けきってないみたいですね。あの子。うん、しぶとすぎ。あいつさえいなければよかったんだけどね。お。やり遂げたわ。ワクチンを返して、このがめついクソ野郎。返すものか。お前は金のなる木だ。俺は金が好きでね。ということで取引は進行中としよう。さあ、銃を捨てろ。うわあ、いやー、ぐじゅぐじゅの肉の塊になったね。今までこれほど素晴らしいものを見たことがあるか。このデータはきっと高く売れただろうな。だがここは諦めるしかない。町はもうすぐ爆破される。己の命までは金に変えられん。健闘を祈る。ニコライズ、ワクチンを奪われた。ニコライ追って。君はどうするんだ。時間がない。行って。ここは任せて。わかった。いい、覚悟しなさい。今度こそ蹴りをつけてやるから。いやー、ぐわ、これはやばい、これはやばいわ。勝てる？追跡者を倒す。いやいや、待って待って待って、こんなん倒せる？ねえ、倒せる？待って、これ何？あー、レールガンね。危ない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 。やれやれ、もう。ちょっと、とりあえず。あ、届かない、届かないよ、ちゃんと。こんなのじゃ聞かない。うん、聞かないね。聞いてないもん。わかる。はい。くらえ、バカ！まず一発。かっこいい。ね。電力が必要なの。うん。コードがついてるけど自由にね動かせるタイプだったね。ちょっとで。ダメだダメだ。ちょっと怖い。ああ、そういうこと、そういうこと、分かった。急所発見。急所はあそこだ。うん、これ。ほら、いったん。全部やれば動きが封じれるっぽいね。危ない。ちょっと、怖い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 。マジで。よし。そこまでね、耐久値ないよ。うん。OK。ダウンした、ダウンした。今んち。そこまで、うん。2、3発撃てば、つく。つくじゃない、弾ける感じ。ちょっと待って、えぐいな。襲ってくんなよ、後ろから。不意打ちダメだよ。正々堂々と戦おう。残りの電源はあと1つ。遠いな。あー、もう来た、もう来た。コアは？コアはまだ復活してないね。うん、はい。いける？いける？あー、コアが出てきた。痛い。まだやんないといけない。またやんないといけない。めんどくせえ。めんどくせえ、こいつ。オッケー、いった。いや、ここはハンドガンでね、コアを狙ってくださいって、うん、いうことみたいですね。おう、真ん中のコアだろう。心臓部を狙えばいいんだよ。これ便利だよね。コードがついてるけど動かせるから。うん、
そこやろ。行った？見てくださいよ。えぐれたよ。お、何これ、どうすんの。あ、はいはいはい、口の中に持っていくんだね。よいしょ。じゃあな。覚悟しなさい。おしまいよ。今度こそ仕留めてやる。いやー、これはね、さすがに助からないよ。すげえレールが見て向こうまで貫通してる。生成した。はあ、やっと倒せた。ネメシス。ワクチンを取り戻す。あそこから、うん、行けばいいのね。いや違う、こっちだ。こっちから行ける。ニコラにワクチンを持っていかれるわけにはいかない。カルロスが奴を止めてくれれば。作りとしてはネストに近いね。うん、まあ、ベースは多分ネストと一緒なんでしょうね。まだ追いつける。奴を捕らえられる。お願い、間に合ってくれ。カルロス？は？カルロスやられた？え？嘘？お前らには俺を倒せない。こいつを返す約束だった。ダメ！うわ。自分が何をしたか分かってるの？知らん。俺は雇い主のアンブレラを潰せとの命に従ったまでだ。ミサイル着弾まであと10分。おっと、ミサイルが発射されたか。そろそろ行かねえ。お別れだ、ミス・バレンタイン。忠告を聞かないからこうなる。危ない危ない危ない。ゼレ、撃て、ゼレ。撃てない。あなたにも当たる。早く撃て。ためらうな。他に方法はない。大丈夫でしょ。貫通しないやろこれ。あ、貫通しちゃった。貫通しちゃった。世界なんて寂しすぎるって。死ねるわけない。肩に当たったのかな。あいつどうする。あ、肩に当たったね。やりきれんかったみたい。なぜこんなことを。世の中何にでも値段がついてる。世界を燃やすことにもな。誰に雇われてる。教えてやる。逃がしてくれたらな。金はいくらでも払う。お前はバカだ。後悔するぞ。俺が死んだら真相は闇に葬られるんだぞ。それくらい明らかにしてみせるわ。ゼル、大丈夫か？来た。落ちんねよ、落ちんねよ、カプコン製のヘリ。やっと終わった。さよなら、ラクーンシティ。
ニコライも消し飛びましたね。爆風の熱に包まれながらも寒気と虚しさを感じた。無数の命を奪ったのは怪物を作るウイルスではなく他でも人間の欲望だ。ラクーンシティが灰になった代償を私が必ずアンブレラに払わせてやる。誰も私を止めることはできない。カルロスはどうなったの？終わった。14時間かかってたわ。あ、そういうことね。タイムポーズ中も合わせて14時間か。8時間で、クリアです。セーブ47、死亡24、ランク C です。すいません。あ、ショップが追加されたみたい。ボーナス？所持ポイントで、あ、なるほど、所持ポイントでね、うん、アイテムが買えるみたい。あ、このコイン懐かしいね。バイオハザード7のコインだよ。うん。防御力がね、大幅に上がるとか、体力が徐々に回復していくとか。あった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 。うん、懐かしい。で、リロードツール。所持している弾を合成した際に得られる弾の数が増加する。はぁ、それで登場するのか、今作って、リロードツール。うん。で、これが、スターズ式体術教本。戦闘技術を、元に、書面化された、体術教本。著者監修はクリス・レッドフィールド。さすがね、ゴリスさんです。所持していると緊急回避とパンチが発動しやすくなる。おお、なるほど。ってことはシビアなのがね、うん、緩和されるってことですね。あーっと、キーピックとかチェーンカッター、ここら辺って後からでも手に入るからいいんじゃないのかな。あ、ショートカットするためにね、手に入れとくってことか。で、サイドパックも、うん、買えるみたい。これ何？ホットダガー。ホットダガーっていうのがある。アンブレラ社が開発した対 BOW 用の個人携帯兵器。攻撃対象に炎上効果を与える。目立ちたがりの意味を持つ。え、めっちゃ、たくさんあるやん。ね、武器。無限ロケットランチャー62,400。無限アサルトライフル28,400ポイント。無限 MUP。サムライエッジ欲しいなぁ。ね、サムライエッジ欲しいよね、やっぱり。こんな感じでね、ポイント制になってるんだね、今作って。なるほど。あ、初期装備あるやん。初期コスチュームか。ごめん。こんな感じでショップが追加されましたと。うん、で、ライデン。っていうのがある。放電現象を応用し、アンブレラ社が開発した高圧電源を照射する思考エネルギー兵器。個人的には早くこの無限アサルトライフル欲しいね。はい、ということでね、無事にバイオハザード RE3 クリアすることができました。で、びっくりしたのが、ニコライアンブレラを潰すために活動してたみたいだね。だからどっかが雇ったスパイってことになってるよ、これだと。オリジナルだと雇い主については特に話してなかったんだよね。だからアンブレラの命で動いてるもんかと思ってたんだけどね。戦闘データを取るために、こっちではアンブレラとは別の組織に雇われてるってことになってた。で、おそらくね、グッドエンドとバッドエンドね、あそこだと思う。カルロス越しに撃つか撃たないか、それでグッドとバッドが分かれるんでしょうね。で、脱出したのがグッドで、多分あそこで撃たなかったらニコライが反撃してニコライだけ脱出してバッドエンドってなるんじゃないですかね。はい、ということで長きにわたってね、バイオハザード RE3 お送りさせていただきましたけど、ここまでとさせていただきます。私長時間、約ね3時間、ストーリーモードプレイぶっ続けでしてたおかげで肩がバッキバキです。まあ、それでもね、やりきれたのは良かったと思います。あと、ストーリーも終わったんでね、生放送でレジスタンスとかもやっていければいいかなって思ってるんで、よければね、そちらも見に来ていただければすごくありがたいです。よろしくお願いします。
あとね、チャンネル登録と高評価とコメントしていただけると、動画制作のね、意欲向上につながるんで、そこら辺お手伝いしていただければすごくありがたいです。よろしくお願いします。はい。それでは最後まで見てくれてありがとうございました。鹿児島から島津がお送りしました。失礼させていただきます。バイバイ。だからお前には撃てないと言っただろ。チャンネル登録、コメント、高評価していただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。